モバイル送金や決済ができ、国内に4400万人以上の登録者を抱える LINE Pay。 LINE ヤフーは、この LINE Pay の国内でのサービスを来年4月末までに順次終了すると発表しました。ちょっと不安ですね。LINE Pay 使えなくなると、ちょっと困るかなって思います。今後希望する人には、残高を同じグループの PayPay に移行できるようにするということです。スマホ決済サービスの競争が激しさを増す中、サービスの一本化で経営資源を集中させる狙いがあります。